オーバービューマップオニックス川は南極大陸の下記数ヶ月の期間にマクマードドライバレーのライト谷をライト株氷河及びブラウンワース湖からバンダ湖に向かって西に流れるトール氷水の流れである。オニックス川はアメリカ国立科学財団の南極プログラムの研究対象となったものの一つである。谷の入り口をライト氷河が塞いでいるためこの川は 海から遠ざかる方向に流れている。この川は南極最大の川であり、4 0トルの長さも南極最長である。この川にはいくつかの支流がある。また、川に沿って複数の観測所がある。流量は夏によりあるいは日により大きく変動し、バンダ湖に到達しない年もある。一方、流量が増大して、 侵食を引き起こすこともあり、1984年にはニュージーランドの研究者のイカダによる加工が行われた。オニックス川には魚がおらず微生物が見られる。また、広く水の花が見られる。ニュージーランドの南極大陸プログラムは以前バンダ湖に半永久的なキャンプを設置したことがあるが撤去された。現在、バンダ湖の東端に小さな研究用の避難所がある。 近くのブルパスに包括的各実験禁止条約の地震観測所がある。ライト谷の地図版だコ、オニックス側がある。ありがとうございます。